OH から衛星通信まで、あらゆる無線アクセスをいじってきました。どうも、無線通信のプロです。今回は DJI、Mavic、Mini の安全な飛行範囲を無線屋さんの視点から確認します。映像は、拡張 Wi-Fi の帯域をスペクトラムアナライザーで見てみたものです。そこら辺の Wi-Fi と見かけはあんまり変わりませんね。細かい説明は作るのも見るのも面倒なので、ギュギュッと映像をまとめてみました。それでは。はい、ちょこっと解説します。上半分がリフレクターがない状態、下がリフレクターをつけた状態です。リフレクターをつけると最大で 5dB ほど利得が上がることを確認しています。その代わり、方向調整が必要です。その影響はこの後わかります。It's all about humanity.まずは、リフレクターをつけていない映像が途切れ始めました。この場所は外来波が多く、電波環境の良い場所ではないことが事前調査で判明しています。また、理論値の方でも700メートル付近で一度、感度が下がるグラフになっています。外来波の影響も相まって、この辺りが郊外で飛ばす場合の限界ということでしょう。さて、リフレクターをつけた方はそのままぐんぐん進んでいます。変なメッセージが出てましたが、問題ありません。1000メートルを超えたあたりで、そろそろ理論値で出ている感度が下がるポイントです。なぜ感度が下がるかというと、地上に反射した電波と直接届いている電波がぶつかり合うポイントだからです。理論値算出にあたり、細かな数値を入れていますが、説明は省略します。リフレクターを使用した方は映像は映ってますが、コントローラーの操作がだいぶ遅延して反映されています。さらにこの状態でリフレクターの方向を少しずらしてみます。この状態になると再接続が難しいでしょう。RTH に移行する他ありません。初心者はこの辺りでパニクるんじゃないでしょうか？ RTH 中にテレメトリー。情報が復帰しました。しかし映像はまだ戻りません。700メートル戻ったところで映像が復帰しました。リフレクターを使用した場合、向いている方向に対して展開強度を上げることができますが、方向調整が重要であることを理解する必要があります。特性を理解していない安易なリフレクターの使用はお勧めしません。次は舞台を北海道に移し、理想的な電波環境下でテストです。リフレクターは使用しません。はい、来ました北海道。クソ寒いです。マイナス2度ぐらいです。まだまだ寒くなるらしいです。やばい。電波の理論値のグラフを参考に影響の確認もしてましたが、とても快適にどんどん進んでいきます。電波が届く範囲を探るより、バッテリーがどれだけ持つかの方が重要になってきました。大体想定通りの地点で、信号弱メッセージが表示されますが、映像に乱れや操作を含めた遅延に体感的な変化はありませんでした。飛行可能時間の中間あたりで、ローバッテリーメッセージが出ますが、撮影前の検証で風の影響も含め 30% から 40% の残量があれば、今回は安全に帰還できると判断しています。その時の状況によって変化するので、真似は自己責任で。
最大飛行距離の設定に引っかかりました。ちゃんと止まってくれます。ということで設定変更。さて、予定していたバッテリー残量に到達したため電波はまだ届きそうですが、引き返します。日本仕様ではこの辺が撮影して帰ってこれる作戦半径でしょう。これまでの検証から DJI のカタログスペック通り 2km が日本仕様の最大飛行半径であると考えられます。次はさらに寒いマイナス4度の世界で雪がばらつく中、森林の中や橋の下、水面の上を飛びます。寒い、寒い。画面触るから手袋もろくにつけられなくて、手がやばい。ここでは木々に遮られた状態で飛ばせる範囲を探ってみます。ちなみに、バッテリーは車内から出した時13度でしたが、離陸後すぐに温まっていい感じです。夏場はやばそう。なんで冬発売かわかった気がしますね。とても電波が綺麗な場所でも、冬山の木々に視界を遮られればマビックミニではこの辺が限界のようです。葉っぱのある夏山はさらに厳しくなると予想します。低空でも200メートルぐらいなら、少々木々に遮られても遊べることでしょう。RTH した時に上昇する高度に気をつけないと、悲しい思いをするかもしれないというところを忘れなければですが。橋の下では GPS が弱くなり、センサーエラーが出たりと、機体の安定飛行に影響が出そうなメッセージが現れます。着陸、重度の低バッテリー警告。さて、ローバッテリー警告を無視し続けると、最後は勝手に降下を始めます。操縦は受け付けますが、高度がどんどん下がっていくので、バッテリー残量は余裕を持って飛行をしましょう。重度の低バッテリー警告。次は真っ暗夜間飛行です。ここからは電波ではなく、カメラの写りを見て遊びます。撮影地点の明るさでは、動画モードでは、まともに写りを確認することができません。離着陸地点は、車のヘッドライトで照らしています。その他に特徴的な色のついた照明などを配置するとき肝心に映像から位置を特定しやすいでしょう。機体の LED が暗いため、目視で飛行することは難しいです。本当の意味で真っ暗な場所はマジでやめた方がいい。動画モードではマニュアル設定がないため、ご加工で補正する必要がありますが、この辺が限界かなぁ。月がちょっと見えてますね。綺麗。まだ日没直後で、ほんのちょっぴり空が明るいので、なんとかなってます。撮影したオリジナル画像データを700メートル地点にいる機体から無線伝送してみます。まあまあ、こんなもんでしょう。さて、離着陸地点を空から確認、真っ暗です。
車が走ってるので、夜間撮影っぽいライトの光跡を撮ってみます。はい、こんな感じ。最後に着陸ですが、対面飛行だと機体の LED が見えず目視できません。お尻を向けると LED が見えます。機体との位置関係と着陸周辺の障害物をしっかり把握して着陸させましょう。さて、ここまで見てくれた皆様、ご視聴ありがとうございました。この動画がマビックミニの性能を活かして安全に楽しいフライトを行う参考になれば幸いです。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。それではごきげんよう。